スタジオ行くとね、もちろん僕が一番年上ですと、アニメの世界に行ったりする。で、最初はね、みんな宇宙人みたいに見えたんだよね、これ。もう若い子たちが。若い子たちが、宇宙人がいっぱいいると思って。僕は隅の方に座ってすいません、ここ座っていいですかなんつってでも知ってます、みんな喋りたがってんの。だからナルトなんかの現場で竹内純子ちゃんとかものすごい好きじゃないですか、懐いてるっていうか、すごい甘いでしょ、宝珠さんに。知ってます、あれに俺とか鳥海浩介も続きたいんだけどいけないっていう、いいな竹内純子みたいな、うん、男より女がいいね。そうですそりゃそうだ。あ、でもそれ言ったら俺びっくりなんですけど、うん、中村雄一くん